もこんにちは、レッツです。ということで今日はですね、2本目の動画で、今日は質問がね、結構たくさん来てたので、いや、ありがたいね、たくさん質問来るの。今日はその質問に答えていこうと思います。明かされる過去、そんなはねえわ。あ、インスタとかでも結構ね、質問とか募集してるんで、みんなチェックしてみてね。じゃあ早速1つ目、どれいこうかな。下書きしないんですか。これめっちゃ来るんよ、めっちゃくちゃ来るの。下書きした方がいいですよとか、下書きして書かないんですかとか、もう下書きした方が当たり前でしょみたいな結構来るんだけど、しません。まあ一発書きって、まあどこまでこう成長できるかなみたいな、こう自分のこうなんかレベルをちょっと測れるのもあるし、まあ実際結構1年前の動画とかと比較してみたら、まあ自分でもちょっと成長したかなって思うよね。まあだからそういうところも楽しいし、まあ絵って上手いとか下手だけじゃなくて、こうなんかちょっとエンタメとして見てほしい。なんかこう一発書きでも調子がいい時と悪い時と、なんでこうなったんっていう時とか結構あると思うから、まあそういうね、エンタメとして楽しんでほしいなっていうところがでかいかな。だから一発書きは続けます。逆に一発書きとかみんなしないか、やろうぜ一発書き。じゃあ次の質問いきますか。次は、アニメ好きなんですか。アニメは普通に好き。まあでも好きって言っても、なんかめっちゃこうグッズ買ってますとかじゃないけどね。なんか普通に作業しててアニメ見てたりとか、なんか面白そうだなと思ったら見てた、知らない間にめっちゃ見入ってたりとか。まあ見入ってる時とかって結構なんか好きなキャラでもできるかな、そういう時。なんかこう主人公とかかっこよさそうってアニメとかって結構見たりするんだけど、見てたら結構サブキャラの方が好きになることが俺は多い。あとは敵キャラ。あ、ゴールデンフリーザ今度ブラックフリーザになるらしいな。みんな好きなアニメとかある？じゃあ次行きましょう。次、カラコン何使ってるんですか？あ、これね、めっちゃ来るんよ。なんか、よくね、めっちゃ緑ですねとか、なんか発色いいですねとか、とにかく目に触れられることはめちゃめちゃ最近特に増えた。で、俺が使ってるのは、まあ、ティアモってやつ。まあ、よくドルチェとかティアモとか使ってるんやけど、今使ってるのがティアモのマンスリー、レネルグリーンってやつ。まあ、いつもグリーンとしか思ってなかったわ。レネルグリーンってやつ使ってます。カラコンは結構俺バンドやってたからめちゃめちゃ色々試したんだけど、まあドルチェとか、まあティアモとかって発色いいんだけど、なんかこう、わかる？みんな。ずっとつけてたら重いとか、なんかちょっと押さえつけられてるっていう感じがあるんやけど、なんかね、ティアモはそこまでない。だから結構俺はお気に入り。まあ長時間つけれるカラコンが一番いいです。まああんまり長時間つけない方がいいけどね。いや結構来てますね。いやほんと嬉しいな、いっぱいコメント来ると。ん？質問。じゃあ次は、どうしたら絵が上手くなれるの？これ絵上手くなったかは俺確かにちょっとわかんないけど、でも絵描いてて思うのは、やっぱ慣れ。もう毎日毎日描くことが本当に大事だと思う。まあ何でもそうじゃん。もう運動やってても、まあスポーツやってても、一緒やん。まあ料理しててもさ、まあ何かこう作るでもそうだけど、こう毎日毎日やってると、ちょっとしたこう言葉に表せない感覚。これなんか、こんぐらいかなっていうのがめちゃめちゃ大事。でもそれ養うのってやっぱ毎日やることだと思うし、まあ部活とかも毎日練習行ったら強くなれるはずやん。まあそこかな。あとはまあ書いてる時に自分なりに、まあここをもっとこうしたらいいんじゃないかなとか考えて書くこと。俺はいつもそうしてます。次の質問はもうほんととにかくこれはめっちゃ多かった。そんな来ます？っていうぐらいめっちゃ来たのよ。で、それ何かっていうと、何のペンで書いてるんですか？色塗りペン何使ってる？どこに売ってる？だったのよ。じゃあまず線画はね、俺最初書き始めた時は、これ。このね、セリアの100均で売ってたこのミリペン。これめっちゃ使ってたんだけど、多分100均の中だったら、トータルで一番使いやすい。あとね、これはマジで思うけど、飛びやすい。で、それからよく使い出したのが、まあ一つは、ちょっと強く太く描きたいときはこれ。コピックマルチライナーってやつ。これね、多分100均とかで売ってるペンに一番近いかな？それのなんか進化版みたいな感覚で、なんかいろいろ試したんだけど、うん、筆圧強く、なんかくっきりはっきりと描きたいときはマジこれがおすすめ。で、最近で言えば、これ。ネコピコライン3。いや、これね、最初買ったきっかけは、なんかさ、猫ついてるじゃん、ここ。ここ猫ついてるのよ、ここに。この猫がちょっと可愛くて、なんか持った感じも俺結構細いペンより太いペンの方が好きなんよね。で、ちょっと持つところが太いから、これいいなと思って買って、まあ別に、ちょっと試しに買ってみるかと思ったんだけど、使ったらこれめちゃくちゃ良い。これはね、マジでおすすめ。もう今はね、線画はね、絶対これが一番おすすめだわ。みんなもこれ使ってみて。これは結構マジおすすめ。まあ近くのね、文房具屋さんとかあると思うんだけどな。で、まあ線画はね、この3つで描いてたりするんだけど、あとは色塗るやつ。色塗るのは、
これまずはこれダイソーで売ってるやつで、イラストマーカーっていうペン、これ多分発売されたばっかりの時ってなんかコピックにめちゃめちゃ似たペンが発売されましたとかで SNS 結構見かけてたんやけど、最近はねマジで売ってない。いやだから困るのよ俺。いやもうこれ発売してくれたら嬉しいけどな。こういうこういうなんか四角い感じの、見えるかな、こんな感じで。最近はね多分もう動画見てくれてる人気づくと思うけど、こっちを使ってます。これ俺これね激推しなのよ。これ激推しイラストマーカーです。これキャンドゥさんで売ってるやつ、キャンドゥで売ってるやつで、これはねマジでいいなって思ったのが、これみんなわかる？開けたらこんな感じで、ほら丸いのよ、丸いの。これが特徴、持ちやすいしインクの出がねしっかり出てくれる。マジでこれは本当に今のYouTube ショート上げてて、だいたい本当にこれで塗ってるの多いかな。これマジおすすめです。でやっぱりね100均だと色がねないのよ、本当に最近特に在庫少なくなってきてないのよ欲しい色が。だからそういう時はこれねコピック使ってます。コピックチャオとコピックスケッチ、うん、まあ正直言えばね一番いいです。そうやそうよ、まあ、ということで今日はね特に本当に多かったあの質問をピックアップさせていただきました。いやみんな書いてくれてたありがとうな。またね質問とかも随時募集していくので、みんなもよかったらまた参加してみてください。こちらの動画が良いと思ってくれた人は高評価とチャンネル登録とあと通知ボタンお願いします。またねショートもね変わらず上げていくので、プロジェクトショート両方みんな応援よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、ありがとうなみんな。